皆さんこんにちは。こんにちは。堀川愛と水木花です。今日は柳町通りにある高坂屋さんにやってきました。こちらはヒレカツサンドで有名なお店ということで、とっても楽しみです、愛ちゃんはヒレカツサンド好きですか？そう、大好きなんです。だから今日はとっても楽しみに来ました。いいですね。ということで早速行ってみましょう。レッツゴー。大阪屋さんの人気商品は何になるんですか？はい、やっぱり一番の人気はこちらのヒレカツサンドです、うん、あ、柔らかいヒレで作ってるのでお年寄りからお子様まで大変評判がよろしいです。パンに塗っているマヨネーズソースもこちらでブレンドしたり、カツに使ってるソースもこちらのブレンドで大変美味しいですので、ぜひご賞味くださいませ。パパどうする？はい、私ヒレカツサンドとロスとんかつが食べたいです。わあ、いいね。美味しそうです、ね。じゃあさ、ヒレカツサンド2つとロスとんかつ1つください。はい、お願いします。やったー。それでは、高坂屋さん一番人気のヒレカツサンドと青森県産ポークのロスとんかつをいただきまーす。見てください、このボリューム感。とっても美味しそうです。うん、お肉がとっても柔らかくてジューシーです。マヨネーズには粒マスタードも入っていて相性バッチリです。こちらは県内では高坂屋さんでしか手に入らないソースです。衣はサクサクです。青森県産ポークは噛み応えがある食感です。ソースは甘めがあるのでお子様でも楽しめると思います。ごちそうさまでした。今日は高坂屋さんの動画をお届けしました。皆さんもぜひ行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。